いやーでも今日は千秋楽っていうことで私はねやっぱりあの身内なので最後にみんながこうじゃじゃーんと <laughs> みんな勢ぞろして出るっていうのは知ってたからだから今日はとっても悲しかった寂しかったですその場に自分がいれなかったっていうのが悲しい。 しずく公演今日が最後だったの終わっちゃった私はそのリハーサルにも参加することができなかったからレッスン上でも <laughs> みんなが「ここどうやるの?」とかさメンバー同士でおっしゃったりしてたんだけどさ私はそういう会話にも入れなかったからなんかそれがすっごい寂しかったですねで終わった後もさ 写真とかさみんなで送り合ってるからさう,うっってなっちゃったあとさっきさ知ったんだけどさ今回のシングルさあの全国回るでしょ数カ所わーって嬉しいと思ってさ見たらいなくてそれで知った「本田ひとみ岡部凛参加しない」って書いて「 それ見てすごいショックだっただかしかもそれをあのみんなと同じタイミングっていうか <laughs> 自分もネットで見てそれをえ私出ないんだってそれで知ってめっちゃ悲しかったショックだったもひーちゃんもいないんだねそんなことあるんだねだかねひーちゃんのファンの人は本当に すっごい悲しいと思うけどでも私もいけないんだけどさでもちょ,ちょっとそれだけごめんねひーちゃんファンにはほんと申し訳ないけどちょっとなんか自分の心で救われた私一人だったらさめっちゃもう寝込んじゃう <laughs> でも一人でも仲間がいると思ったらほんの少しちょっとあーでも一人じゃないからっていうあれでね。 まあでも、きっとわかんない。まだちょっと日にちまで見てないから、もしかしたら私も本番で各地に行っちゃってるあるいは絶対外せない何かがもしかして入って、私も知らないのはあれだよね。まあでもきっとね、ピーターパンで私も全国回っている時なのかもしれないので。えー、めっちゃショックだったなぁ。